こんにちは、緑沢青です。消滅都市続きをやっていきたいと思います。それではゲームスタート。ということで、前回は第1章の3話クリアして、進化合成ですね、進化した進化合成をしたところで終わっているはずです。前回進化したのはこの人ですね。アキオ。はい。彼はスキル持ってなかったんですが、進化することでスキル変化、スキル、スフィア変化、火っていうことで、少しの間だけ出現するスフィアが火属性になるスキルを持っています。なので、比較的、他ヒッパーで組みたいときに彼を使うといいのかなと思います。ということで、まあまだ変えパーティーとかはまだ変えなくていいと思うので、このまま進んでいきたいと思います。今回は第1章第4話ですね。ユキのおかげかもな。スタート。知ってんだろ、謎の組織が内通者を殺したことさ。前もっと教えてくれりゃ、あの子に死体を見せずに済んだ。悪かった。君に依頼を断られたくなかったんだ。安心しろ。俺は必ず任務をこなす。だから、情報はきちんと伝えてくれ。あの子をこれ以上傷つける必要、理由はない。そうだな。依頼したのが君で。本当に。タクヤ優しいですね、結構。前は冷たい人かなと思ったけど、意外に優しい。いいやつですね。前回、少し寄り道させてくれ。ある人物に協力を依頼する。ある人物？リサーチャーだ。情報を集めるエキスパートだ。今回の件で謎の組織の恐ろしさがよく分かった。俺たちはもっと慎重になるべきだ。ということで、行きたいと思います。前回、内通者が殺されたところで、データを欲しいって言って、研究者の、さっきの人が、取りに行ってくれっていう依頼をしたんですけども、その内通者が殺されていた、謎の組織に殺されていたところをユキも見てしまったので怒ってるってことですね、タクヤが。で、謎の組織の怖さが分かったっていうことで協力を得るみたいです。協力依頼するリサーチャーって信頼できる人なの？昔馴染みだ。俺が探偵をやっていた頃の同僚で、久しく連絡を取ってなかったんでしょ。頼りたくなかったからな。ってことで、リサーチャーは、あれですね、タクヤの知り合いみたいですね。よいしょ。探偵の仲間。ってことは結構情報強いのかな？ギークは何で知り合ったんでしょうね、一体。大きい太っちょの彼。どこで出会ったんでしょう、ギークさんは。この女子高生リン、あれですね、なんか、際どいスカート。あ！食らっちゃった。ほら。女子高生に、あれですね、夢中になりすぎないようにってことですね。はい、ということで、きっと20チェーン以下なかった。危ない。ということで、倒しました。リサーチャーに頼ろうと思えたのも、ユキのおかげかもしれないね。あんたに頼られるのははっきり言って、迷惑だ。はじめはイライラして仕方がなかったが、自分の目的を追うあんたを見てると、時に人に頼るのも、まあ、悪くないと思えたんだ。ってことで、ボスバトル。無邪気な少女光。お嬢様ですね。
お姫様みたいですね、なんか。さあ、きっと、勝てるでしょう。勝てないかな。勝てるよね。勝てないかな。硬い。意外に硬い。レベルが、おっと、おっと、落ちた。やってしまった。意外に硬いっすね、この女の子。こっちもちょっとレベル上げをしないと勝てないかな、もしかして。はい。よいしょ。ちなみにダメージをいっぱい食らうと一定時間、何秒だろうな。1秒半くらいかな。ちょっと無敵な時があります。その間は落ちても大丈夫です。そしてここあれなんですね。よく見ると線路。線路になってるんですね、ここ。怖い。てか線路分かれてる、壊れてるっておかしい。怖い。あ、取りました。これあれです。さっきの磁石のやつはスフィアを集める、吸収するアイテムですね。一定時間の間、スフィアを集め続けます。すごい重宝します。全員稼ぎに。よいしょ。おっと。切れちゃった。ちなみにあれですね。アイテム取った時の効果が持続してる、持続してないは、タクヤの体の周りを見ればわかりますね。あいで。こんな感じに。磁石の、どう？ちょっと暗すぎだな。磁石のアイテムを取ると、周りが、ちょっとなんか、ふいーん、ふいーんって出てますよね。それが効果、ありますよーっていう表示です。ってことで、クリア。意外に硬かったですね、さっきの敵。お、レベルアップしました。お、そして、手に入った。やった。けど使えないんだよなぁ。まあ実況中は使わないようにしますけど。仲間がいるなら変なプライド張ってないで。もっと早く手やればよかったのに。分かってるさ。だが、話はそんなに簡単じゃない。いろいろ込み入った事情があるんだ。あんたももう少し大人になればわかる。バカにしないでよ。はい、ということで。さっき手に入った女子高生の魂のスキルをちょっと紹介したいと思います。魂編成じゃなかった。間違った。魂一覧ですね。の、こっちじゃないです。こっち。女子高生リン。HP61、攻撃力56、回復力10、コスト3っていうことで、まあ全体的にそこまで強いってわけじゃない。感じですけど、スキルの魅惑の引力っていうのがすごい重宝するあれでして、少し周りのスフィアを引き寄せるってことで、さっき取った磁石の効果を持ち合わせています。磁石の効果を持ち合わせていて、貯めるまでに6ターンなんですけど、スキルレベル2になると5ターンっていうことで、中学生トシゾウとのコミュニケーションじゃなくてコンボがすごい良くて、三色寿司でダメージ、落下物のダメージを受けないってことで、チェイン数が溜まりやすい上に、ここの女子高生リンのスフィアを引き寄せるのを使うとすぐにチェーンが溜まるようになります。そしてさっき、アキラがね、レベル最大になったので、進化できます。ってことで、この実況の最後に進化をお見せしようかなと思います。ってことで第1章第4話に Good News Bad News をやっていきたいと思います。それではゲームスタート。リサーチャーと連絡が取れた。状況は伝えてある。この先で一度落ち合うことになった。不安か。キークのこともあったからな。不安に思うのはわかる。でも大丈夫さ。リサーチャーは信用できる。あまり期待しないでおくわ。さあ、行きましょう。はい、ということで、スタート。ピアニスト、あやこ。
美人すぎるピアニストとして有名だが、実例を見た者は誰もいない。怖いな。そんな、まさかリサーちゃんみたいな信頼できる人がいたのに、どうしてタクヤはグループを抜けたの？昔の話はしないって言っただろ。お、後ろ電車通ってますね。おーおー、わっと、びっくり。また、チュートリアルですね。びっくりした。どんどんトラップが増えていきますね。ストーリーが進むごとに。回復スピア取んなくてよかったね。なんか、後ろ、あれですね。ここ地下鉄なんですかね。なんか、あれですよね。後ろなんか工場みたいなのいっぱいありますよね。あ、工場ってことは地下鉄じゃなくてトンネルの中か。トンネルの中ですね、きっと。はい、ということで、フィーバー。よし。よっしゃー。えい。ほい。はいはい。クリアー。はい、ということで、クリアー。昔のタクヤに何があったのか。よくある話だ。俺はあの時でかい案件を任されていた。だが途中で上が手を引いたんだ。俺は責任を押し付けられて、グループを追い出されちまった。よくありますね。けどやっぱタクヤはその仕事を誇りに持ってたんですね、きっと。どんな案件だったのかはわからないですけど、すごい難しい案件だったんでしょう。危ないよね。でかい組織では時々起こることだ。多くの人の幸せのためには個人を切り捨てるのは別に間違った考えじゃない。そのうちあんたにもわかるさ。大人になればな。すごい大人な考えですね。自分もちょっとそうなんだ、へぇーみたいな感じしか捉えてないですけど。よいしょ。ちなみにこのスフィア取るやつ、あれですね、流れが分かってくれば意外にスラスラっと取れるようになってきます。この先でリサーチは待っている。でも敵の妨害トラップも多くなってきたわ。中学生の運転に役立つスキル有効に活用していきたいところだな。ってことで、中学生のスキル、今発動してますけど、違うアイテムで。これ、すごい重宝します。ってことで、ピアニスト、あやこ、さっき出てましたね。実演したことがないっていうところで、有名どころですごい怖いっすね、そんな。実演してください。実はピアノ弾けないとかですか？これ。硬いんでしょうか。この方ももしかして硬いんでしょうかね。メゾフォルト、なんかちょっと強そうな、な、まあ、A ですね。ちなみにここ電車なんでしょうけど、トキアたちが走ってるとこどこなんでしょうね。線路、線路の上なのにこんなに壊れかけていいのだろうか。気にしちゃダメかな。ってことで、倒せるかな。まだ HP 半分くらいですね。よし。ちなみに、あのさっきの羽みたいなやつは、一定時間、ちょっとだけ飛べる。で、その間に障害物に当たっても、特にスピアが減ることはないっていうスキルですね。だいたいあの虹色のスフィアが置いてあるところに行くために置かれていることが多いです。ちょっとスキル使ってきますか。あ、倒しちゃった。こんな感じで、はい。ということで、クリアですね。はい。はい、ということでクリア。おお、また手に入った。